はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのセロクロミッドを紹介したいと思います。今回は2年ぶりとなるアルケミーデッキの紹介ですね。まずなぜ、突然アルケミーなのかなんですが、今月の予選プレインが、アルケミーということで、アルケミー需要が高くなっているからですね。正直アルケミーの情報は詳しい方がほとんどいないんですが、今回は特別ゲストとしまして、アルケミーで毎月ミジック2桁を維持しているトレソンさんに、デッキ解説と試合収録をしていただきました。1本目ということで、まずは現アルケミー環境でティア1となっているこちらのアーキタイプの紹介となっています。スタンダードではコウモリが幅を利かせているのですが、アルケミーではコウモリに加えて巨大戦車の行商人が使われていて、行商人は出た時にハンドから土地でないカードを1枚追放することができ、その代わりに4マナ53の巨大戦車を創出するというカードですね。コウモリと同じくアドバンテージ自体はないのですが、相手の有効牌をただの53に変えることができるので、序盤から安定して相手を阻害していくことができるようになっています。またカードを選ばないことも選択できるので、相手の手札によってはそのままにということもできますね。そしてアルケミーでも屈指のパワーカードとなっているのがこちらの豚の先ぶりですね。出来事面が3マナインスタントの追放除去、さらに4マナでエンチャントとして出すと実質33の豚を出すことができ、さらにその豚は2マナでアーティファクトやエンチャントを追放することができるということで、なんと1枚で3枚分の働きをしてくれるとんでもカードになっています。出た時に土地でないパーマネントを追放して、そのコピートークンを生成するひたむきな人形師も採用されているのですが、豚の先ぶれをコピー生成することによってさらに豚を作ることもできますね。またスタンダードにもあるコンボですが、3匹の盲目ネズミをトークンにすることによって英雄タウンドンドンとコピーすることができ、一気にフィニッシャーになっていきます。サイドにはタルの盲信者ラディックが採用されているのですが、4マナ44で白と黒からの呪言を持っていて、殴るたびにカードをドラフトすることができるということで、ミラーマッチや黒系ミッド相手でかなり強力なカードになっています。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方を見ていきましょう。ちなみにトレソンさんはこちらのデッキで一瞬でミシック2桁まで上がっています。さあ、ということで見ていきましょう。土地が1枚ではありますが、トロールがあるので、まあキープができるという形ですね。まあトロールは、沼サイクリングがついてるんで、これをサイクリングすることによって、まあ黒系の、超ホランドを持ってこれるという動きですね。さあ、このモダンの動きができるのがアルケミーですね。さあ、超ホからロランは墓地に落としていく。相手は、さあ、ジャンドから。まあここ結構選択肢がありますが、さあ、まずは、行商人を使っていく。まずは手札確認ですね。さあ、切り崩しで倒されてはいくのですが、スペルは3枚。ここはクルシアスを抜いていく。まあ、なんだかんだこのクルシアスも、今でも使われてるパワーカードですね。さあ、情報で、まあ、おそらくこれは、土地を探しに行っているのではないかなと。さあ、ただここ土地を引かず、まあ一旦構えるかコウモリを出していくかですが、さあここはコウモリを出していく。うん、まあ特目で除去られてはしまうんですけど、一旦ドレッドを抜くことによって、次のターン特目を打たせて、でまあ天保を取っていくという形ですね、これは。うん、さあ特目で除去られてはいくのですが、相手はここはまあ何もできないターンになっていくと。さあ、ようやく土地を引いてくる。さあ、アンタップインできたということで、まあ、おそらく一時の猶予を、一旦構えていっているという形ですね。さあ、バウンスして、ワンドロー。いいですね。さあ、土地がしっかりと伸びていってるので、まあ、しっかりと動いていけるかなと。まあ、ドレッドは、豚の先ぶれで除去ることができるので、まあ指輪出しておいてもいい感じではありますが、うん、もう出していきそうですね。さあ、ここは一つの指輪を出していく。まあどんどんとドローしていくことができるんですが、相手にこのドレッドが出てしまうと、まあやや使いづらい感じではあるんですけど、まあただ普通にドレッドを除去ってあげればいいので、さあ先ぶれで追放してドローしていく。
まあ、アルケミー用にね、一つの指はちょっとナーフされてるんですけど、まあ、それでも全然強いですね。さあ、とりあえず、2-2 で殴ってターンを渡していく。さあ、ハンデス。ただ、これはクリーチャーかアーティファクトしか抜けないので、まあ、墓地からカードを追放していくと。さあ、ここは、クルシアスの代わりに巨大センサーが出てくる。からのグリッサ。さて、まあ一応除去が2枚あるので、なんでもいけそうですが、まあ一旦グリッサですかね、これは。さあ、特目でグリッサを除去っていく。まあ先触れもあるんですが、巨大戦車は、まあ一旦泳がせそうな感じではあるかなと。さあ、ここはどうするか。3匹の盲目ネズミを出していく。まあ、ひたむきな、人形師もあるということで。まあ、おっと、ここで投了と。じじ。さあ、サイドボード見ていきましょう。トレソンさんね、珍しく、このスタイルですね。さあ、相手、ジャンド・ミッドレンジということで。まあ、ラディックは、入れていきそうですかね。まあ、後手で弱い、カードを抜いていってる形ですね。まあ、ギックスも、パランテールもどちらかというと先手で、強いカードということで。さあ、あとは何を抜いていくか。ロランはいらなそうと判断して、ロランを抜いていく。さあ、ラディックを入れて、何を入れますかね。マイトストーンとウィークストーンも、まあ、基本的には倒したいところは全部、倒せるカードにはなっていますね。さあ、行商人も1枚抜いて、これで完了と。さあ、2試合目見ていきましょう。まあ、土地がやや多めではありますが、まあ、バランスはいいハンドではあるかなと。ハンデスはもらっていく。最低、マナクリから、いやー、強いですね。2ターン目、先手2ターン目グリッサはさすがに強すぎる。さあ、コウモリで手札を確認していきますが、一旦これで相手の、まあ、スペルはなくなったんですが、おっと、トップ脅迫。まあ、この状態だともうハンデスが意味がないので、お、ただハンデス抜いていく。なるほど。さあ、ただ、グリッサがこれ止まらないため、いや、かなり厳しいですね。さあ、先手2ターン目に出たグリッサに、殴られてから、どんどんとね、アドバンテージを取られていくと。さあ、諜報ランドで、まあ、とりあえず除去を探しに行きたいということで、まあ、一旦プロテクションをつけて、指輪で除去を探しに行くという形ですね。さあ、ここはコウモリを出すか、特目を出すかなのですが、まあ、一旦コウモリで、手札を確認しつつ、という形になるかなと。さあ、相手は、まあ、ハンドが土地だらけなのが、まだ助かってますが、さらに脅迫。ただ黒マナがないためこのターンは打てない。まあこれなんか一旦チャンプ、そうですね、しそうですね。まあ特にこのコウモリが生き残ってても、こっちにはね、メリットがそんなにないので。さあ一旦これは指輪を出していくしかない状況。これでまあ、プロテクションすべてを得たことによって、まあ、グリッサの、ダメージも通らないという状況ですね。さあ、ただここでドレッドも出てきてしまう。かなり厳しいですね。とりあえずグリッサとドレッドどっちとも対処しないといけないので。で、除去を探しに行きたいんですけど、探しに行くとドレッドでダメージも入ってしまうと。そして、除去はなし。
いや、相当厳しいですね、これは。まあ、ドレッドはね、本当下環境でも、めちゃくちゃ強いですからね。生き残ってればもうそれだけで勝てる生物。もう、さあ、ただここ、ドレッドは殴ってこない。アタック誘発の、まあ、除去か何かを警戒した感じですかね。さあ、ただこれは、まあ、こちらとしては、ラッキーですね。さて、指輪で除去を探しに行けるか。ここも土地。さあ、どんどんと探してはいるんですが、はい、喉首を引いてくる。ただ、こういう地があるので、一回打って、で、もう一枚探しに行く必要があるんですが、かなり厳しいですね。次のライ、2点ライフルーズはもう発生は絶対するんで、残り4点。チャンプブロッカーはいるんですが、まあ、トップからとりあえず、除去を引くしかないんですが、お、さあ、ただここはもう通す。諦めですね。まあまあまあ、かなり厳しい状況ということで、じじ。さあ、先手のサイドボーディング。一時の猶予を全部抜いて、太陽効果。まあ、場に残せないクリーチャーがまあ多すぎるということで。さあ、土地が4枚ですね。まあ、バランスは割と良さそうな感じではあるかなと。土地4枚プラス、除去除去、ラディックの、そしてコウモリ引いてくる。一旦コウモリから入るのか、まあ、もしくはトロールから入っていくのか。トロールから、うん。さあ、ここはもう、情報ランドを探しに行って、情報で、はい。豚の先ぶれはトップと。まあ、正直、豚の先ぶれは、なんていうか、強すぎるレベルの除去ですね。さあ、ここミレックス置いて、まずはこう、森が使っていく。まあ、手札確認したいですね。さあ、結構強いハンドですが、これは喉首を抜くのか、まあ、もしくは身を抜いていくのか、のグリッサを選択。なるほど。まあ、一旦除去は、打たせていこうと。お、クルシアス、トップですね。これは強い。まあ、クルシアスはその、手札のいらないカードをね、どんどんと別のカードに入れ替えることができるんですが、まあ、確定でスペルに入れ替えることができるということで、まあ、かなり強いカードですね。さあ、まあ、アンタップインしたいということで、ここは沼を持ってきて、ラディックを出していくと。まあ、ラディック、相手に除去られることがないので、まあ、しっかりとブロッカーとして、立っていくことができますね。さあ、こうなると、相手は、まあ、ドレッドを出すしかない感じでは、タップイン。まあ、ただ宝物トークンがあるので、うん、そうですね。さあ、ドレッドが出てくるんですが、ただ、まあ、どちらのクリーチャーも、対処することはできると。うん。まあ、ここは、もうアップキープで、除去っていきますね。さあ。まあ、できればここは、土地が引きたかった感じではありますが。さあ、ドラフト。まあ、ここは、1マナで出せる、漆黒軍の騎士をピックと。まあ、クルシアスにもう一回、能力を使わせてはしまうのですが、お、これは、何層から来るか。まあ、第1章からだったらドレッドが抜かれるんですが、第3章。お、トロールこれは、なんだろう。まあ、ドレッド釣り上げたかったけど、追放されてたっていう感じですかね。まあ、もしくはライフが単純にきついから、もうブロッカーを出していくしかないという感じかなと。さあ、ただそのトロールも
豚の先ぶれで除去っていく、まあ、これはフルパンしていく流れですね。さあ、さらにラリックでカードをピックしていく。うん、まあ複数の護衛で、まあラディックを守っていきそうですかね。さあ、クルシアスは、はい、まあ相打ちを選択と。一応グリッサが立ってれば、まあ相手からするとラディックも大丈夫だろうという感じではあるんですが、さあ複数の護衛でまあ守っていくことができると。いや、こうやってみると、まあ、ラディックが黒系ミラーでめちゃくちゃ強いっていうのがすごいわかりますね。さあ、戦術消しが出てくる。うん。さあ、これはまあ、かなり選択肢ありますが、まあ、のど首はどうでしょうね。のど首は切らない。これもう一回、うん、複数の護衛もらっていくと。相手は、まあ、普通の護衛がいるので、グリッサーではブロックできないという状況ですね。さあ、残り5点まで。これはもうドレッドを出して、で、普通の護衛をドレッドに対象でっていう感じになりそうですね。さあ、この盤面はさすがにひっくり返せないので、取りようと。じじ。さあ、2試合目見ていきましょう。ここからはね、一気に、飛んでミシック2桁の試合ですね。さあ、相手はグルールランドからスタート。まずは情報で、うん、土地を探しに行くと。さあ、角笛城での結集。11速攻2体生成ですね。相手はグルールアグロ、グルールバーン。このデッキね、めちゃくちゃ早いんで、さあ、さらに結集耐えることができるのかどうか。まあ、一応ブロッカーはできるので、なんとかっていう感じではありますが。さあ、ただ、残り15点まで。これはどうしますかね。まあ、ブロッカーを出したいことを考えると、特目構えが丸そうな感じではありますが、うん。さあ、とりあえず、2で殴っていく。うん。まあ、特目構えですね。特目とトロールを構えていくと。さあ、即走。危険な反復。カード2枚、抽出していきますが、さあ、そのまま、戦闘ステップへ。特目打って、まあダブルブロックっていう選択もできるんですけど、さすがにね、かなりリスキーなんで、まあその選択は取らなそうな気はしますね。うん。やるとしたら、はい。豚の先ぶれで除去ですね。さあ、黒マナ引けるといいですが、まあここは一旦トロールで、黒マナを探しに行く形になりますね。まあ、情報ランドでいいか、ここは。まあ、もしくは沼から、もう一回トロールっていう形にもできますが、ここは情報ランド。沼は欲しいですね。さあ、22アタック。これで一応22が2体、場に出せるので、おっと、ただここで、灼熱のメイ。これね、めちゃくちゃえぐいんですよね。インスタント化ソーサリーを唱えるたびに、こっちに2点飛んできます。とんでもカード。さあ、さらに指輪が誘惑しているので、まあ、一時一体はブロックできない状況。うん。まあ、ここはもう一体だけアタックですね。さあ、そしてルーティングで、まあ、さらにスペルを探しに行くと。灼熱の銘がね、本当このデッキの、要ですね。さあ、ここはもう22を出していくしかないですが、まあドレッドが生き残るかどうか次第な感じですね。これは生き残ればなんとかっていう感じではありますが、果たしてドレッドが生き残ることができるのか。まあ、あとは豚の先ぶりで一応
灼熱の銘も割ることはできるので、まあ、ただあと、もう1マナ欲しいですね。さあドルイド、まあトロールがあるので、まあ沼を持ってくることによって、次のターンには灼熱の銘も、割っていくことはできますね。さあ土地を置いてから、まあとりあえず1体だけ殴ることはできると。さあ指輪が誘惑して、まあルーティングのたびに、ドレッドで2点は飛んでいくんですが、まあただそれ以上に、相手のこっちをね削るスピードが速いということで、さあ残り9点からスペルが引けてるのかどうか。まずはドリードあって1枚を、これは何もないか。さあただスタックで止まってきているので、まあ何かは持ってそうな感じ。うん、さあ11点まで、ここは豚の先ぶれ出していくでしょう。2アタック、ドルイドと相打ちになりそうな感じではありますが、これはまあ何か、まあ、相手おそらく持っているので、ただおダブルブロック、なるほど。まあドルイドは残しておきたいと。さあここは豚の先ぶれから灼熱を割っていきましょう。さあ33出てきてからの即割っていく。いやこのカードもね、本当大概とんでもカードですね。除去として使って、その後に33出てきて、まあ置き物を割っていくと。さあここはスタックでプレイヤーにライトニングストライク。うん、さあ残り6点まで、まあ、3点2点で残り6ですね。まあこんな感じで灼熱の銘はもう残ってると一瞬でね焼かれてしまうんで。さあただ残り6点ギリギリ耐えたか。まあバーンカード2枚で死にますが、さあ2枚目これは一応これはブロックできる。相打ちにはなっていきますが、まあスペルがなければ相打ちからの裏向きのカード、これはおそらく3点飛んでくるやつですかね。ただこれはもう耐えたかな。うん、さあドレッドも殴っていく。まあ相手もこれなかなか通せない状況ですからね。さあ人形師でまあ豚をコピーして、はい、ここで投了と。ジジ、さあサイドボーディング、まあ相手めちゃくちゃ早いデッキということで、まあ後手で弱いカードは全部抜いていくと。まあ、ロランは一応その灼熱の銘が割れるということで、ただこちらまあ結構妨害妨害で戦っていくデッキということで、相性自体はなんかそんなに良くはなさそうな気はしますね。さあ全体除去入れて、おラディック入れる、なるほど。これは単純にブロッカーとして入れてる感じですかね。さあ一時の猶予も抜いていく。ハンデス入れてゴード。さあ2試合目見ていきましょう。これはちょっと重たいか。まあさすがにマリガンですね。除去はないですが、まあ動いていけるハンドではあるかなと。うん、さあまずトロールから行くのかどうか。うん、トロールから行きそうですね。まあ普通に沼を持ってきそうな感じかなと。さあここはアンタップインの沼を持ってくる。
や、ただこれ難しいですね。コウモリから行くのか、もしくは次のターンに除去を打ちたいのか。ここはコウモリからを選択。さあ相手はドルイド。あー強いですね。さあ手札見ていきますが、なるほど、これはまあ除去としてナヒリの戦争術を使わせたいか。うん、ここはレンの決意を抜いていく。まあただ相手これ相当強いハンドなので、この即走が生き残るともうかなりの点数を削られそうですね。お、ただ喉首を引いてくる、これは偉いですね。さあできれば次のターンをアンタップインしていきたいですが、さあ連の決意で即走がでかくなっていく。ただここ土地はなし、これはこちらとしては、ラッキーですね。さあこちらはラディックを出していく。まあ除去られてもいいように先出しですね。これはドレッドの方が生き残ってほしいということで。さあ3マナ目引いていますが、これはどっちから入っていきますかね。うん、まあ夜の騎兵はハンコンも持ってるということで、ここは夜の騎兵をピック。これも出していきそうですね。はい、さあ4号ハンコン。まあ相手はこれはもう、ナヒリの戦争術で倒すしかない状況。まあただ倒したとてラディックで、まあどんどんとクリーチャーがね戻ってきますからね。さらに、夜の騎兵の効果で、おっとここで投了と。じじ、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。